W53S はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の携帯電話である。同社の日本向け端末であり、実質的には W51S の後継モデルである。しかし、大きな変更点としてジョグの搭載がある。 ジョグダイヤルの搭載は2005年7月の A1404S 以来であるので約2年 CDMA1XWIN としては W21S から約3年ぶりとなる。また本機には人気ゲームシリーズメタルギアソリッドの携帯向けタイトルの体験版がプリインストールされている。また W43S と同様にスタイルアップパネルを着せ替えることにより 外装を変えることができる。本機では100色のパネルに加え、メタルギアオリジナルバージョンのパネルも発売予定。なお、W31S から W32S と W41S を除く全機種に搭載されてきた MS オーディオは搭載されていない。そのため、アトラックの再生は不可能である。au 向けを含む日本国内の大手の携帯電話の キャリア向けとしては、この機種以降にメモリースティックデュオ、プロデュオ対応機種は発売されていない。本製品は、使用上、時計設定が2019年12月31日までしか対応していないため、2020年になると2000年例、例になってしまう。2007年10月19日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。 2008年9月9日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。テレビ CM などは全機種、ウォークマン携帯 W52S 同様、女優の沢尻エリカを起用。あなたを彩る100の携帯編として、沢尻エリカが色々なキャラクターを演じる100変化をして100種類ものスタイルアップパネルがあることを強調している。 撮影には10日間かかったという、ありがとうございます。